こんにちは、ポケットラボの萌先生と上司です。はい、今回作っていく工作はこちら、かぼちゃバッグです。こちらのかぼちゃバッグは中に小物やお菓子を入れて持ち運ぶことができるよ。ハロウィン当日に使ってね。それでは工作タイムスタート。はい、材料から確認していきましょう。紙コップ、オレンジ色の画用紙、緑色の画用紙、両面テープ、ハサミ、黒色の小さな画用紙です。それでは作っていきましょう。まずはオレンジ色の画用紙と両面テープを使います。オレンジ色の画用紙の上下に両面テープを貼っていきましょう。はい、上と下に両面テープを貼ることができました。こちらの画用紙を次は蛇腹折りにしていきます。だいたい2センチくらいの幅に折るのがおすすめです。はい、折ることができました。次は蛇腹折りに折った画用紙を開いていきます。線がついている部分をハサミでカットしましょう。はい、切ることができました。次は紙コップにこちらの画用紙を貼り付けていきましょう。両面テープの片側を剥がして紙コップの内側に貼り付けます。こちらを繰り返しましょう。はい、貼ることができました。中身はこんな感じです。次は紙コップを裏返します。紙コップの底にもう一つの両面テープを剥がして貼り付けていきましょう。はい、表に返します。かぼちゃの形ができてきましたね。次は緑の画用紙で取っ手の部分を作りましょう。緑の画用紙も幅2センチくらいに折ります。こちらを折って開いて線の場所をハサミで切ってあげましょう。緑の画用紙の上下には両面テープを貼ります。緑の画用紙は両面テープを剥がして紙コップの内側に貼り付けてあげましょう。それでかぼちゃの形は完成です。お顔をつけたい方は黒い画用紙を切ってこちらのかぼちゃに貼ってあげましょう。
パーツを切ることができました。こちらを両面テープか糊でかぼちゃに貼ってあげましょう。こちらで作品の完成。お菓子や軽いものならこの紙コップの中に入れて持ち運ぶこともできちゃいますよ。はい、今回の工作も楽しめましたか？楽しかったよ、作ってみたいよというお友達はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた別の動画で会いましょう。またね、バイバイ。